新2弾のね、究極ゲンモンスターの登場ですよ。行きましょう。魔人？行きます。ダークドレアムの登場です。あっ8000を誇るね。うん、行くぜ。うお35,300円。おはようございます。ディレクト申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。はい、ですね、多分この動画を上げてる頃ね、引っ越してるんじゃねえかなと思うんですよなんでこんなこと言うかっていうと、この前からワンツーとレジェンドクエストのパーティー作ったんです。まあそうすると多分ね、とんでもない量になってるんですよ、取りだめが。で、そうすると動画の本数が3本くらい稼げてるから、稼げてる？そうするとこれ撮った、ね、これアップすることで引っ越してます。ライブでね、多分近況をお伝えしたいと思います。では、行ってみよう！今回は、この魔人ダークドレアム。こちらと一人プレイで戦います。めっちゃ強いですね、正直ね。これですが、必勝パターンを見つけます。必勝パターンを見つけます。必勝パターンを見つけます。必勝パターン。今回使うのはデスゴーゴン、ナイトリッチ、デンタサウルス、もうガチガチの超魔でございます。はい、必勝パターンがあるんですよ、ダークドレアムには。はい、お見せしていきたいと思います。勘違いしないで欲しいところが一つあって、三強でもあります。確かに、ただ三強だからって絶対勝てるわけじゃないんですよ。普通にやったら賢さが 2体ね、低いし、ギガデイン打点をもらうしね。もともとダークドレアムの力ね、999というね、かなり強力なモンスターとなってますんで。おお、心止まらないのは偉いよね。もともと力999というね、かなり強いモンスターなんで、でダメージもあんま通んないから、普通にね、マジで強い。強いモンスター入れて、でもバトルマスターデンタリッチでも、こいつに勝つのはね、そう簡単にできることではない。なんで、そこだけまずにご了承いただきですね。まあ僕のライブ見てる方だったら、意外とそれは分かってるかもしんないですけど、さあ、今回この3体を選んだ理由はね、まあ要は必勝パターンです。はい。おぉ、いよいよ必勝パターンを見つけちゃいました。見つけちゃいましたって、実践するのは初めてでしょ？私気づいちゃったんですよ。僕、モンスターマスターっていうのは、火力を上げるマスターターボスキャン以外にも、かなりね、いろんな方向に、特定の一点に絞って耐性を強化することとかもできるんですよ。はい。なので、例えば、光呪文に弱いモンスターに、光呪文のね、ダメージ耐性をプラスするとか、そういうことができるんです。つまりもう僕がここまで言ったら何か分かると思うんですけど、よいしょ、はい、雷の攻撃に対して全員強くなるようにマスターダブルスキャンをしたんですよ分かりますか？ドレアムって、あ、これは違うけど、結構食らうな、おい、まあ、お前分かってんな、お前こっちの手の内分かってんじゃねえか。雷耐性だけをもうめっちゃ上げてあげました。こいつギガスローとかギガデインとか多いんで、クラさん、クラさん、みんなクソないろ、スナイロー雷耐性 50% いけ、キーガーショッ、ハイドダウン、はっはっミス見ましたか？ミスねえ、一体ミスがいるんだけど今見ましたか？誰か一体今ミスという文字がギガデインでミスするってことは避けてるわけはないんで、そう考えると考えられる原因は一つダメージがゼロになってる来たよ。でもそれでもデスゴーゴン食らうんだな。雷攻撃の耐性上げたんだけどな。まあここはじゃあダメージカード使ってっか。マジか、それでもかと思ってさ、今それでもダメなんだと思ってデスゴーゴン大バゲだったのに耐性それでもダメかい。ここに気合を貯めるね、悠長勢。ここで気合を貯める悠長勢ですよ。大丈夫かな。いや、さすがにいけるとは思うけど、400でしょ、うん、いけるとは思うけど、これ当てればね、
あー、いけない、やべ、宿じゃないといけなくなった。あ、ここにデスク、待って、これあれ、これいける、あれ、これいける、微妙なところになりましたよ。今ちょっと怪しいです。ちょっと今怪しい。あ、もう怪しい。これきついこれ5ターン目耐えなくちゃいけなってるぞ。やべやべえな、これ5ターン目の攻撃を耐えればもう勝ちですよ。5ターン目は凍てつかどうとかないんで、耐えれれば勝ちです。まあ必勝パターンなんでね、もう皆さん必勝パターンですよ。わかりますよ。雷耐性のダメージを軽減できるようにめちゃくちゃ耐性上げたんですよ。つまりここ耐え、ああ、これ雷じゃねえわ。これ雷じゃねえわ。雷じゃねえ技を打ってくるとね、あ、でもね、はい倒れませんね、雷耐性のね、ダメージをね、上げないよ。そもそもこいつらがめちゃくちゃ硬いんですよ、打撃とかには。よかったね。勝った勝った。必勝パターン。はい。お前全然神技打たねえじゃねえか、見ても。イェーイ。必勝パターンです。勝ちです。ね。マスターダブルスキャンで雷耐性をめちゃくちゃ上げたからこそできる技。雷攻撃の耐性を上げたから、こいつが雷技を打ってくれたらいいんですけどね。まあ、でも大体打つと思うんですけど、ギガデインにギガスロー。このシャツってやっぱどっちも怖いじゃないですか。ギガデイン、ギガスロー。で、真になってくるとあの技があるんで、あの技をどれぐらい軽減できるかっていうのは脅威である。あ、むしろあれをね、受けてみたい。普通のプレイではやばいと思うあれを受けておきたいな。よろしくお願いします。さあ、魔人はお怒りです。これさ、普通に削るのも大変なんだけど、6800はそもそもね、3300までこのパーティーで持っていこうが大変やわ。さあ、来ましたよ。ここね、1ターン目は基本的にはね、風のマントとかしてダブルギガスローとか魔人のね、絶技に備えるのが普通です。備えません。だって、耐えると思ってます、僕。ダブルギガスローが来たら余裕で耐えると思ってますもん、僕。絶技はね、打撃と爆発なんだよな。だから、ダブルギガスローの方が俺はありがたいし、その方が、マスターナブスキャンを証明できる。お願いしますよ、ダークダイムさん。分かってますね。分かってるね。さすがにだよ。さすがにやってくれるよ。大丈夫。いや、でも全然効かねえな。こっちの攻撃は取んねえな。来たぞ。おいー、お前分かってねえ。おい、動画っても分かってねえ、こいつ。こいつ動画っても分かってねえな。あ、でも、絶技に対しては硬いな。全然分かってくれない、このダークドリアム。ギガスロー、ギガスロー、分かってるよね。分かってよ、そこ。ギガスローですよ、分かってます？まあ、絶技に対してもね、普通のモンスターで受ける、だいぶ硬いな、こいつら。一体絶技は250とかで進むのすげえよ、正直。あ、方向怖いね。方向は次のテンションアップだね。やばいね。それはやばいよ。わあ。これ、ダブルギガスローの前に死ぬんじゃねえか。ちょっと待って。これ、ダブルギガスローの前に死ぬぞ。これ、どっちかといえば。だって次テンション上がったんでしょ？大丈夫？本当に。なんか明らか不安なんですけど大丈夫ですかね？だって次ダブルキガスローの5ターン目じゃん。おい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 、分かってくれよ、ダークドレム。おい、ダークドレムなんで分かってくれないの？必勝パターンとはいえ、待って、これきついな。どうしようかな、きつくなってきたな。普通にきつい。削りきれん、とどめきれないわ、そもそもが。そもそもとどめけんないのが削り切るのが大変だな。これとどめけんないまでいけんのか、そもそも。雨かける竜の剣技があるわけでもなく、攻撃はほとんど物理一等辺で。やばい、テンションアップからギガデイム、やばい。ちょっと待って、ちょっと待って、それはちょっとやばいんじゃないか。それちょっとやばいんじゃねえか。おい、嘘だろ。ミスがいる。だい、それでも一体ミスなのかよ。それでも一体ミスってどういうことなの。デスボーゴ750ってどういうことなの？おわこれきついな。でも。これどうする、どうする、これ削れる、これ、死ぬんじゃねえか。これ賢者の石とかの方がいいかな、さすがに。さすがに賢者の石とかじゃないと死ぬよな。諦めないよ、諦めないよ、俺は。賢者の石だよな。で、5ターン目に削るしかないわ。一旦まあ値500ぐらいに与えてるから、多分大丈夫と思うけど。頼むぜ。
どうだろう。837。あ、でもまあまあ、これで次の攻撃は耐えるな。方向来ても耐えるってことか。で、ここで勇気が溜めずに、方向でも耐える。これなら。方向は来ても耐えるけど、5ターン目が多分耐えないな、これ。方向来るね。やばいね。本当にやばいよ、それだ。方向やばいよ。うわぁ。いや、415。これ、こいつは、ダブルギガスローで耐えるって言っても死なないダブルギガスローだよギガスローが2発飛んでくるんだけどさ、もう400でさ、耐えれんのこれ本当に。400で耐えれんのかおい。これ成立するのか企画。てか、お前ギガスロー1回も耐えんじゃないか、ダグ。どないなってんねん、このゲーム。嘘やろ。必勝法が、俺の勝利の方程式が崩れてしまうぞ。勝利の方程式が崩れる。うちの法則が乱れる。え？くそ！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 よーよーよー！ダブルギガスロー！耐える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 ！うわぁ！うわぁ！全然耐えない！必勝パターンを見つけます。ちょっと待って、諦めきれません。もう一度ちょっと、マスターダブスがちょっとね、一新したんで、ちょっとチャンスをください。はい。なんだ、どうする？もう剣技、お前俺の手の内分かってんな。待って、お前俺の手の内を分かってません。俺の手の内バレてんな。デスゴーゴー耐えろよ、みんな耐えろ、行くぞ来るぞ来るぞ、衝撃されろ、せーの、はい、ファイヤー、入りません。全然入ってねえじゃねえ。ちょっと待って、ギガデインミス111256。うわさて、リベンジですよ。結構悠々とね、ここまで来ましたね、すごく考えたら。まあ、悠々とここまで来た。さあ、1ターン目はね、絶技ギガスローの2択です。カズレマントは使いません。耐えれるよ。今度は絶対耐えられる。ダブギガスも、あの、絶技もさ、なんだかんださっきさ、そんな食らってなかったと思うんですよ。まあ、痛い方ではあるけどね、もちろん。なので、しっかりね、攻撃をこちらが当てることの方が大事だからね。さあ、何来る？さあ、ダブルギガス来たぞ！ 1 投目！まず、ダグル、1投目だ！さあ、どうだ？せーの、はい、はい、聞きません。マジか。ダブルギガスロー、なんと、全然、もう通りません。やば。ダブルギガスローをさ、500台に収めるのはやばすぎる。500以下に収めたぞ。いいね、素晴らしい耐久力です、これ。もうマジでね、やばい、この耐久力は。いいね。被害が少ない。いいよ、いいよ。これあるぞ。本当にあるんじゃねえか。本当に、これ。さあ、ここはイテハが方向です。お前、イテハを打たないね、君は。君全然遊ばねえな。方向やばいな。これ次のターンテンションアップになってくるんで、これでギガデイ、グランドクロソンが痛いよ、多分。これね、グランドクロソンが痛い説あるからね。いや、痛いよ、というか。ギガデインがさっきデスゴーゴー750でしょ、こっからの。さっきの時。これギガデイン来たらどうなるんだろう。ただギガ、まあ、どうだろう。グランドソンが痛いかな、多分。問題は、これ、あと1700で耐えれるかどうかなんですよ。本当はイテハの方がありがたかったんですね。はあ。まだまだこっからですよ。3ターン目のね、向こうの動きが本当に怖い。あ、ここで避ける。ここで避ける。その避けはクソですわ。これいけっかな。これ削る方が大変なんだよな、基本的に。6800を。モンマスでも大変だからね、普通に。普通にモンスターマスターでダークゾーンを削るって方が大変だからね。さあ。ここでナイトエッジも動く。ナイトエッジがね、ナイトメソで一番打点取れてるみたいなんで、これをね、どんだけ当てれるかよ。OK!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  大丈夫だ、大丈夫だ。さあ、来ました。なんだ？やばい、来た！テンションアップからギガデン来たぞ！衝撃に揃えろ！大丈夫、いける！耐えられる！さあ、耐えろ！耐えろ！せーの！はい！うわー！うわー！うわー！おー、勝った！お、勝った！え、勝った！
やばい、硬い硬い、めっちゃ硬いかな。めっちゃ硬いかなこいつら。めっちゃ硬いかなこいつら。これは、いったかな、わかんねえな。いたか、いたはラッキー。これいたはマジでラッキーよ。それはラッキー。いや、ただ向こうの HP があと4700だっけ、削れるかどうかやな。これ5ターン目まで削りきれなきゃ負けが確定します。いや、きついか。いや、大丈夫。火力は、お前らの素の力になんとかない。お前たち個だ。お前たち個の力だぞ。個々の力が勝利を生むからな。OK! 個々の力が勝利を生みます。一発当てるだけでも全然違うからね。もうしっかり当ててくれ。みんなしっかり当てれば大丈夫だよ。はい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 。はい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 。いいよ。しっかり当てろ、しっかり当てろ。大丈夫だ、大丈夫だ。大丈夫だ、大丈夫だ。焦るな、焦るな。しっかり当てれば大丈夫だ。会心とか狙わなくていい。まあ、しっかり当てれば大丈夫だ。ここでこっちもギガデインですよ。こっちもギガデインして、あと少し。少し削れば勝ち。いいね。いいよ、いいよ、いいよ。もう、自己フラッシュドルまで勝ちだからね。てか、なんだったら。自己フラッシュドルまで勝ちだよ。これ、電タックル当てれば勝ち。当てればもうほぼ勝利目前。ただ、5体目の攻撃耐えないとダメだよ。5体目の攻撃耐えなんかん。グランドクロスかギガスロー。ダブルギガスロー耐え。やばい、いった最悪のパターンです。ダブルギガスロー、もう一回来ました。耐えろ耐えろ、うわうわうわ耐えれる。ダブルギガスロー4回来てんのに余裕で耐えたぞこいつら。いやはははは、食ったなんじゃそりゃ。呪文は放つ神回誕生。ダブルギガスロー4回受けてさ、平然と立ってられるパーティーで何、やばいこと言ってんだぞお前ら。お前ら自分でさ何するか分かってんの。ダブルギガスロー4回受けて平然とそこに立ってんだぞ。おめえらどういうことだ。行くぜいやー、ちょっと興奮したわ。あまりにもだろ。それはあんまりだろ。行きます。やったかったー。必勝法見つけちまったー。必勝法か、やったー。俺勝ちだー。規制上げてばっかじゃねえか今日。今日規制上げてばっかだわ。カロリー高えわ今日だけで。はい、というわけで今回はこちらのパーティーで、ダークダイオンの必勝法を見つけることに成功しました。必勝法って言うのかもうダブルギガスローをさ、結局計4回食らって平然と耐えてるこのパーティー何者なんすかね。モンスターが強い。あのね、個々の力よ結局。結局個々の力みたいになっちゃったけども、どんだけこの3体がスペック高いかも分かっていただけたと思います。正直他のモンスターにこれスキャンしてもそうは勝てないんで、うん、これはもう完全にこのパーティーだからこそできたっていう偉業ですよ。ダブルギガスロー何回耐えんの。はい、もうダークドリアムに詰まった皆さん、ぜひこのパーティー使ってみてください。誰でもできます。はい、というわけで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。